はい、皆さんどうも K でございます。今回はですね、皆さんにこの普段スピニングで使ってるこのねライトプラグ、もう本当にスピニングで使う領域、ちょっと波うるさいな、おい、気を取り直しまして、こちらのねスピニングで使うようなサイズのミノーとか、まあプラグですよね、それをベイトで使おうという話なんですよ今回は。で、まあ普通になんでそれをやるかっていうと、今ね12月、動画撮ってるのは初旬なんですけど、これからどんどん寒くなってきて、でバスの動きがスローになると。で、あの琵琶湖の場合は結構水温が安定してくると、あの最低水温ぐらいでね安定してくると、結構ねあの普通の巻きスピードで意外に反応したりとかあるんですけど、ちょうどこの冬の入り口から、まあ、真冬に向かうタイミング、すごいスローになったりするんですよバスが。ってなると当然こうやってゆっくり巻きになると、こうやってね。でこれはスピニングだとものすごいやりにくいんですよ、このゆっくり巻きは。かなりやりにくい、こういうのね、こんなぐらいのゆっくり、もう正直ルアー動くか動かないぐらいかのレベル、もうこんなこうフラフラフラーってするぐらいのレベルでゆっくり巻くと。でやっぱり琵琶湖だけじゃなくていろんなフィールドで釣りをされてると思うんですけど、川の池ダム、必ずバスがスローなタイミングってねやっぱあると思うんですよ。でそういう時に結構ゆっくり巻きが効くっていう場合もあると思うんですよね。でその時にやっぱ活躍するのがスピニングだとね、ゆっくり巻けるんですけどストレスがたまるんで、結構ハンドルが2つついてて重心がこう持ちがね上にあって、でこうやって安定して、まあ、巻く力その巻く力も強いんでゆっくり巻きやすい。でベイトで結局軽量プラグを投げるってなってきたら、やっぱりスプールはノーマルのものではなくて、まあ、ベイトフィネスベースのものにあのプラグを扱うんであれば、プラグに関してはある程度重量があるんで、もうねいっぱい巻くんですよ糸。これ今パンパンにフロロの10ポンド巻いてるんですけど、正直スピニングで投げるぐらいの距離出ますこれ普通に。なのでね、ゆっくり巻く、そういうシチュエーションに対応するときにこのベイトのライトプラッキングロッド、それからリールっていうのは1個あって損はしないと思う。こういう感じね、本当にこうゆっくりで、ラインもこう今風があるからちょっと見にくいけども、本当にダラーンと張ってる状態で使ってもらえると、結構冬から真冬にかけてのバスとかは反応が良かったりするんですよ。なので皆さんの野池とか、野池でもゆっくりクランク巻きたいとか、もう本当にゆっくりよりさらにゆっくり状態ですよ。でそれを小さいもんでやりたいってなった時に、スピニングだとストレスがたまるんで、こういうタックルは一つあってもまあいいんじゃないかなとね。そういう釣りをされる方ですけどね、まあこういうタックル1本あってもいいんじゃないですかね。普通にベイトフィネスのプラッキング用のロッド と、まあミディアムライトクラスですね、ライトでもまあいいか、ライトぐらいで、ベイトフィネス用のリールにちょっと飛距離のことも考えて、プラグを使う場合はあの僕はラインを目いっぱい巻いてます。近距離でワームとかやったらあの少なくていいと思うんですけどね。タックルに関してはね、あのメタニウム、13メタニウム、シマノのね13メタニウムにポイズンアドレナの168のミディアムライト、これ低弾性カーボンなんで結構ねあのこんな感じで結構ちょっと分かりにくいな、こういう感じでこうくるんくるん回ると、くるんくるん回るというか結構こういう柔らかめのテーパーになってます。それであの手首を返してピュッと投げると、このスプールの立ち上がりがいいんで綺麗に飛んでいくと。でかつ
あの糸を少なくした時のあの異常な立ち上がりの速さまでは立ち上がりが速くないんで、むしろその方がプラグに向いてると個人的に思いますね。はい、ちょっと長くなってきたんでこの辺で、ではまた皆さんお会いしましょう。 OK でした。